はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで吉江さんですね。はい、年一リーフメタルポップセンチュリーですね。いや、もうお祭りです、これは。夏のお祭りですね。延期しなくてよかったです。ちょっとナショナルの方ばっかりこう、社長、なんか作業してたし、ブランドもかなりリーフさん増やしてますからね、今ね。遅れちゃうのかなと思ったんですけど。間に合わせたい。はい、じゃあ行きます、せーの。あ、飛び出てる。結構メモラが130だから飛び出てるんですけど。まあ、ダメージはないので。うん。ダメージあったら社長に言いますけど。大丈夫ですね。うん。はい。で、ダイアナ・ロスさんです。ねえ。すごいですね。ダイアナ・ロスさんって結構網網系ですけど、それかな。ねえ。これそうだよね。おー。よくね、履いてる方だよね。すごいメモラっすね。40シリ。はい。で、ちょっと下見えちゃうんで、一回ちょっと、はい、下に行ってもらって。はい。じゃあ、サイン2枚目ですね。はい。エレクトラさんだ。はい。うん。いいですね。今年は結構どのサインカードのデザインがいいです。どれもいいです。はい。いいですね。あ、プレートだ。来ます。あ、プレートサインあるよ。あるのか。せーの。はい。まあ、こちらは1/1ですけどね。こちら10シリです。10/10。はい。でもカメラさん上なの？前下に入ってなかった？どうなんですかね。はい。で、ね、1/1です。うん。マーシャ・バートさん、バートさんです。はい。間違えました。下行きます。せーの。あ、トーメンさんだ。はい。うん。こちらはマゼンタプレートの1/1ですね。で、一応サインちゃんとついてますんで。ね、全員女子箱でしたね。はい、で、これ赤は少ないと思います。で、ポップセンチュリー初めてのサインカードということで、はい、こちらにね、3種類ぐらい、どうでしょう。あ、1/1だ。あ、赤も1/1なんだ。赤3種類？あれ？3とか2とかだったような気がする。1/1でした。はい、ってことで、1/1、10種類。網ってなりました。おお、1/1ですよ。ねえ、すごいね、1/1 2つ入ってる。おお、考えてないのかな。まあ、下枠はこう考えて入れてて、あとの上の3枚とかはあんまり考えてないで、ポン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 置いてってるのかな。だから重なっちゃう場合は重なっちゃうのかなっていう感じでね。うん、そんな気がします。はい。じゃあ、こちらでね、発送は明日になりますので、お受け取りよろしくお願いします。はい。ポップセンチュリーね、まだちょっとありますので、ご注文いただければ。はい。面白いですね、やっぱりね。ありがとうございました。